パリ五輪第16日、近代五種、10日、ベルサイユ宮殿、近代五種男子決勝で佐藤大層、自衛隊、が日本勢初の銀メダルを獲得した。近代五輪の父、クーベルタン男爵が公案、1912年ストックホルム大会から始まり、日本勢は過去に入賞さえなかった伝統競技で、112年の歴史を動かした。 エジプトのアハメド・エルゲンディが世界新記録の1555点で優勝した。写真、銀メダルを手に万感の表情、青森出身の30歳が海挙をやってのけた。馬術は2位発進、2種目目のフェンシングでも2位を守り、3番目の種目の水泳、200メートル自由形、は18人中12位で、水泳終了時で総合4位。メダル圏内につけて最後の、 射撃とランニンニグを迎えていたメダルをかけた最終種目は、全雄太、韓国、と競りながら中盤まで2番手をキープした。ラスト2回の射撃で高い精度を見せて全を突き放し、最後の射撃を終えるとかぶっていた白い帽子を投げ捨てラストスパート。視力を振り絞ってゴールに飛び込むと座り込んでしばらく動けなかった。表彰式では、大衆。 とと名前がコールされると両腕広げて表彰台へ。メダルを首にかけてもらう前から涙があふれ何度も空を見上げて喜びをかみしめた近代五種は馬術水泳フェンシング射撃とランニングで競い全種目を1日で実施東京五輪でドイツのコーチが馬を叩くなどしたことを受け新種目の採用が検討され4年後のロサンゼルス五輪から馬術を除外 日本の人気テレビ番組、サスケ、ミニタ障害物レースが採用される。佐藤大宗佐藤大衆、1993年10月20日、青森県出身。30歳、青森山田高卒、2023年 W 杯ソフィア大会2位、23年甲州アジア大会6位。174センチ、62キロ。